ニコラス・ラプロビットらは、アルゼンチン・ブエノスアイレス州も、ロン出身のバスケットボール選手。ポジションは、ポイントガード。アルゼンチン代表。2007年に、国内リーグの CA ラヌースで、プロデビュー。ユース世代のアルゼンチン代表に選出されるなど、活躍した後、2013年に、ブラジルに渡り、フラメンゴと契約。同チームを、リーグ2連覇に導き、2014年には、ブラジルリーグ、FIBAアメリカリーグ、FIBAインターコンチネンタルカップで優勝し、3冠王を達成。すべてのリーグとカップ戦で MVP に選出された。2015年8月2日、BC リエトゥボスリータスと契約するも、同年12月に退団。2016年1月にリーガACBの CB、エストゥディアンテスに加入。同年開催のリオデジャネイロオリンピック終了後に NBA のサンアントニオスパーズがラプロビットらとシーズンキャンプに関する契約を結ぶことを検討していることが報じられ、9月2日にスパーズとトレーニングキャンプに関する契約を締結。ライアン・アーチディアコのブライン・フォーブス、同胞のパトリシオ・ガリーノらと開幕ロースター入りをかけた争いに挑み、見事に開幕ロースターを勝ち取った。しかし、NBA のレベルに馴染むことができず、平均出場時間も約10分に止まるなど苦しみ、12月27日に解雇された。2017年1月17日、サスキバスコニアと契約した。2017年7月7日、BC ゼニトサンペテルブルクと契約した。2021年7月、レアル・マドリード・バロンセストとの契約が満了したことが発表された。レギュラーシーズン2008年にユース世代の代表に選出され、2011年にアルゼンチン代表デビュー。2014年 FIBA バスケットボールワールドカップ、リオデジャネイロオリンピックにも出場している。ありがとうございます。